うも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回はですね、ちょっとウクレレとかギターとかもピアノとかも何でもですけど、こう弾いて歌う時のためのとっても大事なことの、やり方をシェアしたいと思います。いきますよ。今日のテーマはこれです。ドン！コードと歌を覚える方法です。コードと歌を覚えるってこれね、やりたいですよね。皆さんどんな感じですか。皆さん自分でね、ウクレレ弾いたり楽器演奏している時に自分のね、どんな風に演奏しているか、私が真似しましょうか。いきます。こういうの見てるでしょ、楽譜ね。こうやってやって、よしやるぞとなります。こうですよ皆さん。ワンツースリーなんとやってるでしょね。これ音楽やってんじゃなくて字読んでるだけですからね。やっぱり気持ちよくさ、ドンリリドってやってる時にどこ見てますかという話。やっぱ覚えないと気持ちよくできないじゃないですか。やっぱり音楽やりたいなと思った最初の理由って、ああ音楽やできてる人って気持ちよ、音楽やってる人って楽しそうだな、気持ちよさそうだなって言って音楽自分が始めたのに、今度自分が始めたらこんなね、え楽譜にガーッと見てその通りにとか、それはちょっと寂しい。だから覚えよう、曲を覚えよう。コードと、要は曲を覚えようっていうのはイコールコードと歌詞を頭に入れましょうってことですけど、それができないんですよってよく言われます。できる方法なので今日はシェアしたいと思います。いきますよ。もういきなり今日本題から、もう答えからいっちゃいます。コードと歌が覚えられる方法は、いきますよ。コードと歌を覚えようと決意する、終わりです。すいません、なんかでも本当にこうなんですよね。ものすごいシンプルなこと言います。まずね、コードと歌が覚えられないですという方、その人の、演奏を見てみますと、まあさっきもやりましたけど、よう見てるんですよ。よく見てるね、この 楽譜をよく見てます。まずね、じゃあその覚えようと決意するってことはどういうことかというと、まず見ないんですよ。見ないようにするんです。って思うでしょ。でも見てたらずっと覚えられません。例えば一例ですけど、コードを覚えるとき最初なかなか覚えられないですよね。 C とか F と G7 も、G7 ってなんかあーとか言って言うやつもあるじゃないですか。あれもね、やっぱ結局ダイヤ、コードのダイヤグラムってあるじゃないですか。こういうやつです。こういうダイアグラムってあるじゃない。これをね、いつも見ながら演奏してる人は覚えられないんですよ。あともう一つ、よく初心者の方でやるのは、この C はここに赤いシール貼りますとか、グリーンのシールを貼ってるとか F ですっていうふうに、あれってね、最初はいいんですよね、すごく。あ、こう赤いところを押さえようとか、F は緑だとか、そういうふうに、最初は便利なんですけど、じゃあ、そのウクレレ、シール取っちゃったらもう一回結局覚えるってことですよね。なんでね、やっぱり結局は自分でちゃんと確認して覚えていくしかないんだなということがよくわかると思うんですよ。なんでまず見ないってことなんですけど、でも見ないのかと思うの、見ないと不安でしょ。でも皆さんが大好きなバンドとかミュージシャンの人見てください。やっぱ楽譜見てないじゃないですか。それにやっぱり音楽ってやっぱ感情表現だから、やっぱ歌詞も覚えたい、歌詞も覚えたいですよね。でも歌詞ってやっぱりね、文字を、日本語って51文字あるでしょ、あいうえを書きくけことかそんなやつ。あの順番で覚えられないわけですから、やっぱストーリーで覚えるわけですよ、歌詞って。要は、それは映画をね、自分で、見てるように、ストーリーで頭の中でこう、ドラマを作るっていうイメージがいいと思うんですね。そのイメージをこう繋げていく。あ、そういえばここでドアが開いて彼が入ってきてみたいな、それ映画を見てるみたいにそれを再生していくっていう、なかなかね、ロマンがあるんですけど、そういう、まずその歌詞を読み解いて、この曲ってこういうストーリーなんだなって、それぞれの人がこう頭に思い描く。それがまず大事だと思いますね。で、まずね、その、見ないっていうことを大事にしたいんですけど、私、ガズがよくおすすめするのは、とにかく自分が大好きな一曲を覚えましょうと。そうしたら歌詞はさ、もう覚えてるじゃないですか、大好きな曲だから。ガズレレ的にね、幅広い世代で覚えられるそうな曲を探すと、まあユーミンのルージュの伝言がいいかなと思うんですよ。こんな感じなんです。あの人のままに会うために、ここのところ C と Am です。 CC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 CAm、 ほらこれだけでもう見なくてもいいでしょ。で、黄昏になってあれとなったら、その時見て、それでだんだん1ブロックずつ覚えるというところを増やして、で
ね、一回見たらまた閉じてくださいよ。そしてまた最初からやってみて、あ、つっかかったらなんだっけってやってる、それを繰り返すしか基本ないかなと思います。で、まあ、そのステップに行ったら、あともう一個、面白いゲーム的に考えてもらうのも面白いと思うんですけど、このガズの簡単ウクレレソングブックも見ててもね、まずこうやってバーッと見ていくと C から G7 に始まる曲って結構多いなとか、そういうパターンでやるといいと思うんですね。例えばよくあるのは C から始まって Am に行って F に行って G7 みたいなのってよくあるんですよ。このなんかこの下から C って下でしょ、 Am って上でしょ、 F って1個足して斜めになって G7 下かり、なんかぐるーっとこう指回ってるなとか、そのここの中のイメージっていうかストーリーも入れちゃう、ね、それがだん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 こうあの増やしていく、頭の中のイメージをね、はい、でそれをねやっぱり見ていると育たないんですよね。見ていたら見てるんだもん。だから楽譜の使い方は答え合わせをする時のものっていうふうにその捉えるのがいいんじゃないかなと思います。で、好きな曲であればもう歌詞はあの大体覚えているから、そのコードのイメージだけで、あ、 F から C に来たな、なんか斜めから戻ったなとか、そう G7 三角形から Am 上に行ったなとか、そんなイメージとか、大体 Am とかマイナーがつくやつはちょっと寂しいこう響きだなとか、そういうのもすごい大事になってきますんでね。そういうなんかいちいちそういう気がついていく、あ、 C ってこんな明るい色だったんだなとか、 Am E7 ってなんか切ないよねとか、そういうイメージ皆さんもね持ってるんですよ、もうすでに。あ、 E7 ってここ物悲しいよねとかね、 G7 はちょっとこう最後に収まる感じだなとか、そういうコードのイメージを独自に持っていくっていうのがあのいいと思います。やっぱガズレレ必須コードって限られたコードの数なんで、なんかそのいちいち一個ずつこうあのなんていうの、人間の性格みたいにイメージ持っていくとまた面白いと思うんですけどね。そういうことと歌詞とメロディーとかこう一個カッと合わさった時に気持ちよく演奏ができる。弾かずにもう全部覚えちゃって弾けるようになるとすごい楽しいんですよ。だって音楽やってる時景色が変わるじゃないですか。例えば今日はね天気がいいですけど、うわ天気がいいなと思いながら演奏するっていう経験案外皆さんなくないですか。音楽ウクレレを弾くっていう時はこの景色しかきっとない人多いと思うんだよね。だって音楽って別にさ紙見ながらやるものじゃないですよ。やっぱりどういうところでやってるか、どんな仲間とやってるかっていう、そういうことを気づきながら、その景色と自分の居場所をミックスしながらその曲のストーリーをこう再現していくっていうところがやっぱ楽しいことですから、やっぱ覚えるってことはね、これね皆さん本当にチャレンジしてもらいたいし、気持ちがいいんでね。で、まず1曲でもいいんで、好きな曲でも簡単な曲でもいいです。弾かずにもう全部覚えちゃう、そしたら気持ちって体験できますから、何が起こるか、それが成功体験になって、じゃあ次この曲覚えてみようかなとか、次この曲覚えてみようかな、今だったらクリスマスシーズンじゃないですか、あ、クリスマスパーティーの時にジングルベルぐらい覚えてみようかなって言ったら、ジングルベルができるようになったら今度赤鼻トラックもいけるなとか、そうやってねどん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 それが成功体験になって、まあ結局数も 何曲も何百曲も結局覚えてるということになると思うんですよね。で、覚えちゃうと今度はやっぱりあの全体的に体にもゆとりが出てくるから、体を揺らしたりね、その表情つけたりとかして、やっぱ棒歌いしてるよりはもう表情つけてね感情込めてやりたいわけですから、音楽ってやっぱり そこまでいけるともうなんていうのかな、本当に音を楽しむ音楽になると思うんですよね。で、やっぱり楽譜にずっと依存してるともう本当に答え合わせみたいにこうこの通りにやんなきゃいけないっていうイメージにやっぱなっちゃうから、こういうのからとだんだん解き放されていくのがいいんじゃないかなと思うわけでございます、ね、今日確認しますよ。楽譜を見ないで、あの最初覚えたら閉じて、できるとこまで行ったらというので繰り返す。あとコードのイメージ、優しいなとかマイナーは悲しいなとか、そういうイメージ、あとは歌詞の、ストーリーをドラマ、頭の中でドラマ化して、弾く、このあたりをちょっとぜひやってみてください。せっかくウクレレやって1年も2年もやってるのにさ、あのそのなんか見ながらじゃなきゃできないっていうのはちょっとそれだけじゃね、やっぱ好きな曲何曲かはこう空を見ながらできるようになるのは、もうこれ本当に楽しいから、やっぱだってウクレレパッと持ってすぐできるんだもん、なんか楽譜どこだっけとかやんなくてもいいわけですから、それをぜひ皆さんものにしていきましょう。そういうのがねやっぱり豊かな音楽のあり方だと思いますよ。さあ皆さんウクレレでどんどん音楽楽しんでいきましょう。はい、よろしくお願いします。ガズレレですけど、ちょっとあのあれですよ、まだチャンネル登録まだの方はぜひお願いしますね。これからもねもうできる限り
どん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 曲をね簡単アレンジでアップロードしてきますんで、フォローの方をねよろしくお願いします。あとガズレレホームページね見てくださいね、いろんな最新情報出てます。これからガズレレどっかどっか新しいことをいっぱい始めていきますんで、フォローの方よろしくお願いします。そして皆さん、新しいガズルの本が、ガズレレの本が出版されます。ガズレシピ、これねガズレシピってガズレレでリリースしてたアプリがあったじゃないですか。その中で、表示されてた楽譜がそのまま本になりました。ちょっとこれねもうめちゃくちゃいいです。もう80曲ぐらい曲数入ってて、かっこいいバージョンと簡単バージョン両方書いてある楽譜なんで、すごい大活用できると思います。アプリを使っている方は中身一緒ですんで、ちょっとご確認いただきたいんですけど、ここに、紹介している動画貼っときますんで、ぜひご覧になってください。そしてね、今回新たに G プレイスという新しい取り組みを始めております。これ飲食店さんだったり宿泊施設だったり、もうあらゆる小売店さんにちょっとご注目なんですけど、このガズの初めてウクレレやわがままウクレレを試奏できる場所としてとか、販売していただける場所というもう人が集まる憩いの場所ということもあり、でこのガズレレにでも少しできるなんかこう社会貢献というか、その売り上げもね、そういうところに還元できればいいなというふうに思って新しく始めているサービスなんですけど、ちょっとそのご案内も概要欄貼ってますんで、ぜひご覧になってください。ガズクラブとガズレレ大学、この2つ結構盛り上がっております。ガズクラブはもうみんなでワイワイやって楽譜をダウンロードできて、こう一個の街みたいなイメージ。ガズレレ大学はほんとちょっといろんなリズムとか基礎トレーニングとか本当にお勉強です。この2つのことも概要欄に貼ってますんでお願いします。もう他にもいろいろあるんですよ。ここにねいつもつけてるこの水引きだとか、このストラップキャップだとか T シャツとか山ほどね、いろんなグッズがあるんでね、ホームページぜひ見ていただきたいんですよ。あとそれとねこれです。はい、ドーン、リットミュージック社から出てるこのね信号機みたいな赤青黄色みたいなこのねこのね楽譜本がものすごい大ヒットで、もうそろそろ10万部いくぞということで、これなんでねまあいいかというと、これめちゃくちゃ簡単で分かりやすいんですね。しかも100曲入り50曲入りというね、はい、すごい山盛りでございます。こういうのもご活用していただいて、皆さんのね、楽しい豊かなミュージックライフもうさらにね輝かしていきましょう。さあこれからもガズレレ YouTube チャンネル、ぜひともよろしくお願いいたします。今日は見てくださってありがとうございます。さよなら。